ありがとう。おはよう、レン。ユウア、おはよう。ホミ、確かあんた車で来てなかった？それでどうしてそんなにびしょ濡れなの？もうそれがさ。しょ。もう。じゃあ更衣室行ってくる。わざわざ行くのめんどくさ。うわっ。ホームルーム始まるわよ。ポテンシャルの差を感じちゃうよね、いろいろと。はあ。来た来た。よし、切る。戦利ツイート記念。次のコスは何がいい？ナース？バニー？ブについては同情するけど、ここは教室で男子も大勢いるのに。だからここ。お、今の。ああ、やっちゃったね。何よ、一言みたいに。完全にホミのせいでしょうが。いいじゃん、これでお揃いだし。ちっともよくない。朝から賑やかね。お、ゆあちゃん、おはよう。ユウア、ちょっと聞いてよ。ホミったらね。二人だけだー。藤原の信頼が源の義朝と結んで兵を挙げ、道には絶大な武力で信頼や伊豆に流せる。ごめん、ホーム。さ、それじゃあ今日も頑張りますか。ご注文以上でよろしいですか？それではごゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ。今テーブル片付けますので。大丈夫だよ。ありがとうございました。やっと終わった。お疲れ様、レンちゃん。いや、確かにカンコドリ泣いてたんだよ、君が来るまでは。ああ、もう嫌、一歩も動けない。今日でやめてやる。ん？カラオケ？行く行く。今バイト終わったから30分後お店の前だ。うちももうしばらくは安泰かな。練習！急げ急げ！遅刻だ。
し、行ってきます。まずい。今日から時間変更だった。はあ、もったいない。ねえホーミー、ホーミーってば。こんなところで寝てんじゃないわよ。ってことがあったんだよ。先週部活のある日はね、ほら。もうだからよしなさい。ねえホーミー、あなた今日も部活あるのよね。そうだよ。だから水着。ああ。はい、できたよ。あ、結構なお手前でだったっけ。2回回すんだっけ。その前に言うことがあるでしょ。お手前頂戴いたします。あれ、三口半で飲むんじゃなかったかしら。時間切れね。授業中になんてことすんのよ。ちょっと。もう二人とも早く片付けて戻るよ。ホミ、あなた全然平気なの。1時間ずっと正座しっぱなしだったんだよ。やだな、こんなの痛くも。あれ、ありがとうございます。放課後教室に残っていなさい。一体どうしたの。そんなことでも信じて、私はあなたの悩みにちゃんと向き合うって約束するわ。確かに悩んでますけど、それは先生に相談することじゃなくて、どちらかというと先生に言わなくちゃならない。先生ってことかしら。先生だとしたら、私があなたの悩みを。夢かって当たり前だよな。さて帰ろう。すごいのね君って。何が。何してるの。みんなもう帰ったわよ。マッサージ、今週は休ませても。そうだ、足裏マッサージ、すごく楽になったって言ってたの。そう、やってあげようか。ユアが得意なの。任せて、テレビだけの知識じゃないわ。その後ネットでもいろいろ調べたの。にわかだってことには変わりない気が。ほら、ちょっとこっち座って。誰もいないから大丈夫。じゃあ行くわね。それ効いてる証拠よ。凝ってたり疲れてたりすると痛みを感じるんだって。そうなんだ。効いてる証拠よ。それでもさもう初めてなんだから優しくしてよ。我慢しなさい、すぐに気持ちよくなるから。そんな奥までダメ。
もう夢中になっちゃって。声くらい抑えなさい。バレたらどうするのよ。お邪魔します。うわ、寒い。だって勉強会だもの。部屋が暖かいと眠くなるでしょ。そう言いつつ、こたつがあったら説得力ないよね。あ、猫ちゃんだ。おいでおいで。うり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 。ほら、遊んでないで始めるわよ。試験は明日なんだから。はいはい。それじゃあまた後で遊ぼうね。そういえば、レンちゃんは勉強しなくていいのかな。大丈夫でしょ。あの子成績だけはいいからね。それじゃあ今日も遊びに行ったりしてんのかな。のんきでいいよな。うん、疲れた。まだ1時間も経ってないじゃない。そんなこと言ったって疲れたものは疲れたの。ちょっとどこ触ってるのよ、ホミ。猫ちゃん。来週入試だってのに勉強しよった。あはっ、こらって、何が。耳かきの時間だよ。はあ、さっき自分の耳掃除してたんだけど全然いいのが取れなくてさ。だってこのままじゃ欲求不満が溜まっちゃうし。溜まっちゃうのは俺の方だよ。じゃなくて勉強中なんだから邪魔しないでよ。すぐ終わるからね、お願い。もうしょうがねえな。えいっ、何照れてんの。今までよくやってたじゃない。これはやりがいあるぞ。いつまでもガキだな、姉ちゃん。本物のガキに言われたくないもんね。たく、姉ちゃんだし。どうかした。 ありがとう、もういいから。え、けどまだ片方しかやってないよ。いいってば。ダメだよ。私がまだ満足してないもん。俺は満足しちゃったから。ダメだってば。ほーら。やっぱり懐かしい。で、やめて、いろいろとやめて。掴んで、掴んで。これってほら、今朝友チョコもらったし。なら、え、あなたをプレゼントしてくれればよかったのに。って冗談よ。あなたをプレゼントしてくれればよかったのに。少しばかりからかってやろっか。まだ残ってるし。よし。まあとりあえず全部やってから直そっか。あれ、あれ、お待たせ、エレン。バレン、わかった。あなたを解放してあげるわ、レン。え、ユア、なんか表情怖いよ。え、あ、あ、いや、ちょっと、そこは、いや、こら、いや、いや、やっぱりヨーロッパでしょ。1週間くらいかけてフランス、イタリア、スペインとか回って、お客さんに一緒の旅行なんだし、今贅沢しないでいつするのよ。こっちは4月からも何かと入り用なの。私もレンちゃんに賛成だな。異国情緒と温泉の両方楽しめるところにしない。本当に行けるのかな。はあ、ね、ピザ取ろっか。太るわよ。
ぬくもりの夢みたい空の想い描いたいつかの夢が叶えばいつまで。なんか違う。じゃあいいねいいね、もう一枚脱いじゃおうか。私のアカウントを見てこれだって思ったんだって。まだちょっと硬いな。そうだ、ほらレンちゃんも入って入って。いやよ、私だいたい頼まれたのユアなんだし。どうせ仲間内だけだよ、ユアちゃんをリラックスさせるためだから。でもまあ、私の添え物になるのが仕方ない。いいねいいね。どっちが可愛く撮られるか勝負よ。もう